ウオザ54番星は、ウオザの方角に約36光年の距離にある大々色の主系列星である。2002年に周囲を公転する太陽系外惑星の存在が確認されている。また2006年には周囲を公転する褐色外星が発見され、連星系を形成していることが明らかとなった。太陽と比べたウオザ十四番星の大きさウオザ十四番星の名前は、 フラムスティード番号であり、ジョン・フラムスティードの観測記録がその起源である。死等級は5.88で、非常に暗い空の下では、肉眼で見ることができる。スペクトル型は、k 0ボルトで、核での水素の熱核反応によって、エネルギーを生成している。表面温度は5062系で、スペクトル型が示す特徴とおおむね一致する。ウオザ星の質量は、 太陽の90%、高度は太陽の50%である。半径は、チャラ干渉計を用いて干渉法で直接測定され、太陽の94%であった。時点周期は約40日間である。年齢は、再創活動と当時曲線の分析により、約64億歳と推定されている。水素より重い元素の割合、 いわゆる金属量は文献によってばらつきがあり、太陽の約7割から約1.6倍まである。長期にわたる高生磁場の活動の観測から、ウオザ54番星はマウンダー極小期のような黒点の減少期にあると見られる。磁場の活動が活発だった直近の1992から1996年は、 その前の活動期の1976から1980年に比べれば、やや活動は低調であった。褐色外星ウオザ54番星 B と太陽系外惑星ウオザ54番星 B の創造図2006年ウオザ54番星の直接撮像観測により、ウオザ54番星への伴星として褐色外星が存在することが明らかとなった。 ウオザ54番星 B はスペクトル型 T7.5V のメタン褐色矮星であると考えられている。高度の比較により、亜光星天体は質量が太陽の0.051倍、半径が太陽の0.082倍であることが分かった。この褐色矮星はグリーゼ 570D とよく似ており、表面温度はおよそ810系であると考えられている。 ウオザ54番星 B が NASA のスピッツァー宇宙望遠鏡で直接撮影されると褐色矮星は主星から約 476AU 離れたところに位置することが明らかとなった。ウオザ54番星 B は系外惑星が存在することが分かっている恒星の周囲で見つかった初の褐色矮星となった。2002年1月16日、ジェフリー・マーシーに率いられた 専門学者のチームが、ウオザ54番星の周りに、太陽系外惑星を発見したと発表し、惑星は、ウオザ54番星 B と名付けられた。惑星の質量の下限値は、木星質量の23%程度と推定され、土星と同程度の半径と質量を持つと見られている。親星のウオザ54番星 A は、 時点の傾斜角が83プラス756度と推定されており、惑星の光転軌道は親星の赤道面に近いと予想されるので、ウオザ54番星 B の質量は下限値に近いと見られるが、ホットジュピターには親星の時点軸とずれた運動をするものもあるので、より大きい可能性もある。惑星は水星の軌道半径よりも短い親星から点二八 a u の軌道を 約62日間で好転している。軌道離心率は約0.6と高く、この扁平な軌道は、さらに遠い軌道に未知の天体が存在し、重力を及ぼしているためであると考えられたが、成形の中に褐色矮星が発見されたことで、この考えは証明された。褐色矮星も考慮に入れた計算から、 ウオザ54番星 B の軌道運動によって、ウオザ54番星 B の遠征点以内を円に近い軌道で交点する天体は小惑星以下のものしか残らないことが分かった。その外側であっても海洋星球より質量の大きい惑星は存在しないことが観測で確認されているが、地球サイズの惑星が外側に存在する可能性は残されている。その後、 視線速度の詳細な分析から、惑星は一つよりも二つとした方が観測結果をよく説明できるとされ、第二の惑星ウォーザ54番星 C が存在する可能性が指摘されている。ただし、両者の差はそれほどでもなく、惑星 C の存在はあくまで候補の段階で、確証はない。ありがとうございます。